BA-6 装甲車は、ソビエト連邦の装甲車である。改良元である BA-3 と同義で説明されることがあるが、いくつかの変更点があり、本校では別の車両として扱う。ソ連のイジョロスキー製作所は、初の国産装甲車両である BA-27 の近代カバンとして、BAI を開発し、また BAI の攻撃力などを増強した。 BA-3 を開発し、いずれも量産体制に移っていた。しかし BA-3 は、サスペンションやギアなどが、幾分走行車両としては不向きであり、エンジントラブルなどが頻発したことから、これらの改善及び、全体の軽量化、ギア比の調整を図った。こうして開発されたのが BA-6 である。カタログスペック上のデータや、形状的には、 BA-3 との違いはそれほど多くない。しかし1トン近い軽量化によって全体的な負荷が小さくなったことでエンジントラブルがやや改善されたほか主砲弾の搭載弾数が増えている。一方で速度が少々低下しているのだが行動距離の長さには大きな変化はない。BA-3 は走行車でありながら 45mm 戦車砲を 搭載していたことで当時最強の戦闘力を持つ装甲車であったが、BA-6 が開発された時期になってもこのレベルの装甲車を開発した国はなく、やはり1930年代においては最強の装甲車の一つ足り得た。BA-6 の偉人も、やはり BAAI や BA-3 同様、スペイン内戦であった。その他モンゴル人民共和国、トルコ。 アフガニスタンへの供与が行われている。ノモンハン事件においては、老農赤軍にとって BA、BA-10 に次ぐ、新鋭の車両であったが、やはり速度を求めた薄い走行は、日本軍の重機関銃にさえ貫通された。またこれに先立つ超ョーコボン事件において、日本軍が BA-3 と共に BA、BA-6 を露獲したという説がある。その後冬、戦争。 独組戦にも運用されるが、BA-6 は、ソ連においては1942年時点で、正式装備から外されており、BA-20 や BA-64 が、主力となった。しかし冬戦争において、BA-6 を10台程度露覚した、フィンランド国防軍は、これを1944年9月19日の、モスクワ急戦協定による急戦まで運用し続け、 1956年頃まで正式装備であったとされている。また、スペイン内戦でフランコ陣営が共和陣営から露獲した少数の BA-6 が戦後のスペイン軍において1950年代まで運用されていたとされる。BA-6 は BA-3 とともに大量生産が行われ改良型が開発されている。BA-3 と BA-6、そして改良型である BA-6M と BA-10 は外見的に非常に似通っており、区別が難しい。BA-3 と BA-6 の違いは、BA-3 が車体後面右側にアクセスドアを設けていたのに対し、BA-6 は同じ場所に視察用スリット付き小ハッチしか設けていなかったなどがある。 BA-6M と BA-10 は共にほぼ同形態の砲塔を搭載していたが BA-10 にあった砲塔上面の潜望教式視察、照準機が BA-6M にはなかった。また BA-10 の車体後面は丸みを持たせて整形されていたのに対し BA-6M は BA-6 同様平らな圧縁後半2枚を組み合わせた。 かどばったものであった、などの違いがある。ありがとうございます。